今、何かのお告げが聞こえた気がします。そうか、そりゃ大変だな。早く病院へ連れて行かないと。病気じゃないですよ。本当に何か聞こえたんですってば。ふと、お前も一緒に病院に行ったらどうだ？トジコ、ちゃんと聞いてくださいよ。わら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 、今とーっても自粛しなければならない気がしててだな。いつまでもシケラのように怯えてる気だ。わら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 、ぬぬぬぬぬぬぬ、シケラになどなりとうない。なんでこんなこと同列にされなきゃいけないのです？だってお前が何か言い出すと大抵変なことが起こるだろ。きっとまた聖百連にでも出くわすんだよ。そして当たり前のようにいざこざ、私が割を食うことになる。そんなのに巻き込まれるのはごめんだ。そんな心配しすぎですよ。そう毎度毎度やつと出くわしてたまりますか。随分な言われようですね。では次こそ出くわさないようにここで引導を渡しておきましょうか。ビビビ、百連、なぜあなたがここに？何か呼ばれた気がして。ねえお前らには一体何が聞こえてるの？マジで一遍一緒に病院行ってこい。なぜこのようなやつと一緒に行かなければならないんですか？息ぴったりだから。という感じで私が病院送りに。ピチらずに済んでよかったですね。なあ、このまともなやつほど淘汰される流れ、なんとかならんのか？そんな時は我が守屋城に入信するのがいいかと思いますよ。今なら緊急事態解除キャンペーン実施中。先着3名様に漏れなく私の。そういうわけでもないのか。さあ、あなた方も仏教だの何だの変な宗教は捨てて新しい教えを享受してみませんか？以前の動画を見たい方は動画説明欄かこの画面から見に行くといいですよ。よかったら高評価チャンネル登録もしていってくださいね。